えー、皆さん、こんばんは。こんばんは、えー。音声は届いておりますでしょうか。えー、本日は、坂東先生と,66と66、666と666。まあ、6が3つで、未録ですよね。えーはい、まあそうかと思えば、あ悪魔の数字、666なんていうことも言われたりするということで、そのあたりについている。今、ちょうどあの、これに関するご著書を 帰ってらっしゃるところということもありまして、いろいろとお話を伺っていこうと思っております。えー、ということで、音声は届いておりますでしょうかはい、坂東の音声は届いてますでしょうか届いているようであれば、届いてますということで、チャット欄の方に入れていただけるとありがたく思います。えー、いかがでございましょうか、ね、あの、はい。 時間が二十秒ぐらいですかね、大体。<laughs> そうですね。はい。うん、あ、えっ、ー、と、中島さんから音声 OK と来ました。ありがうごはい、スタートしたいと思います。希望の日本、再生チャンネル。再生チャンネル。はい。えー、今夜は、あ、今夜、も、またライブで、えー、坂東田信先生と。あ、いろいろとお話を伺っていこうと思います。はい、えー、坂東先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、あのー。 小崎先生にあのお気遣いいただきまして、本のタイトルで、動画のタイトルにしていただいたってですね、本当にありがとうございます。ただ、1時間まるまるそれを話すとですね、全部ネタバレしてしまって、<laughs> 本の意味がなくなってるんですけども <laughs>。まあ,あ、本って、今ですね、私が一番最初に本を書いたのはもう18年ぐらい前。ああ えー、警察辞めてすぐに絵本が出ましたからもう20年前ですかね。その頃と今とではもう全くこの本の位置づけが違いますね。うん。あの頃って、まあ最初私2冊は絵本で出してたんで、一般の書籍とも違うんですけども、今は、あのー、なんだろう、アマゾンに、えー、 表紙の画像が出てる段階で、まだ全部できてないんですよね。<laughs> うん。それで予約を取って、そっから大体どれぐらいいけるかなっていうのが分かって、部数が決まるみたいなお話をちょっと伺いましたんで、前みたいにもう、今回これで何部出しますからっていうあれじゃないんですよ。うん。だから、私、今回の本で24冊目かな 昔は20冊以上書いたらもう、なんか、印税で左打ちやみたいな感じだったかもしれないですけど、昭和の頃は。今、あの、ね、一生懸命本書いても、もうほとんど月刊誌みたいに流れて向こうに行っちゃうんで、過去の世界に行っちゃうから、あ, <laughs> あれと思ってですね、どうですか、あの、オレ先生も本書いてて。<laughs> やっぱり、あの、 まあ、古事記ですとかね、日本書紀、万葉集といったようなものは、これは結構、息が長いですね、うんはい、あと、まあ、縄文文明も息が長く、あのー、ぽつりぽつりと売れてるという、そんな状態ですね。うんまあ、だからあの、まあ、時事系ではなくて、えー、歴史系のものっていうのは、歴史系とか古典関係はやっぱり息が長いという特徴があるようです。うん でただ僕の本でちょっと珍しい本がありまして、えー、金融経済の裏側っていう本があるんですけど、はい、これはなんだかわかんないけど、いまだに結構よく売れてるらしいですね。あそうでですすすかごいね <laughs> 確かにあの、自治体系の本だと、私いつも書いてるのはあのあの、移民とかそこら辺の本なんですけども、あっという間に流れていっちゃうんですよ。 特にあの今の現在の例えばトランプ大統領の話とかってやっててもひゅーと向こうに行っちゃうんでだからほとんどあの月刊誌みたいな勢いで過去のものになっちゃうんですよねただ私の本はもう20年前からあの今の状況のプチ体験を新宿社とか池袋署でやってたんでですね今読んでもらうと昔書かれたあの ちょっと異世界の予言の書みたいな感じで楽しんでもらえるかなと思うんですね。<laughs> あの頃のあの頃書いてた危険性と今の危険性本質的には同じですけども例えば通信手段が違う状況が出てたりとかあの頃って携帯電話の時代だったんでガラケーの時代だったんで。 画像で写真を撮ったり、画像を見ながら携帯電話っていう、そういうパソ,あのパソコンみたいな使い方を携帯電話でできるっていう、そういう頭はなかったんですね。そうすると、そのどうしても携帯電話の使い方っていうのは、通話中心の携帯電話を、をその通信手段をもとにして、どうやって仕事を探すのかとか、そういったお話を書いてたものが、今、20年後になって、今、 それが現実化してきてるわけですよ。でも、ちょっと古臭い書き方で書いてたっていうところがまたちょっと楽しんでいただければなとは思うんですけどもね。ただ、20年ももうあの移民が来るぞと、20年、18年ですかね、18年間移民が来るよとかですね、えー、難民がこれから問題になるよと、もうずっと言ってきたのに、全然これが、 対策も取られないどころか、今、その難民とか移民とか、ね、促進されてますよね、逆に。それを抑えるんではなくて、これから有事が始まっちゃったら、スパイ防止法もない世界で、世界というかブ、スパイ防止法もない日本で、そんなにあの難民だと申請したやつ全員難民に認定してですね、そういうような動きになっちゃって、認定しなくてもいてもいいよって言ったら、もうほとんど難民とか変わりないわけですよね。 定着難民と <laughs> それでさらにあの家族連れで来て、労働力が足りないから、えー、受け入れようみたいな、そういうふうになってると、ですね私はこの17年、18年間ですね、まあ、最初の2年、絵本書いてましたから、18年間、俺、はこんだけ頑張ってやってても、政治家なんていうのは全然なんともへとも思ってないどころか、クソだと思ってんじゃないのかなと、私のことをね。 あのヘイトやろうみたいなね、特に最初の方は、ヘイトっていう言葉もない頃から私やってましたから、人種差別って言われてたからね、本当にね、この18年間、何をやってたんだと、自分でなんか、こんなことだったら、最初からその社会問題としてじゃなくて、水晶玉、これぐらいの10万円で買ってきて、あと水晶玉こうやって見ながらんよあの、次は移民が来るぞとかってやってた方が。 あの占い師としてやってたほうがよっぽど今、ヒットしてるんじゃないのかなと思いましたけどもね。だから、あの岸田政権に関しては、本当にね、もうはっきり言うと国民の敵ですよ。国民を育てないで、移民を受け入れて、家族も来てくださいって、こんな戦争しないで、ね、あの占領してくださいって言ってるのと同じような方向で言ってるんで、ですね私は次の選挙では、えー ちょっとね、いつかあのいきなり解散するのか、多分解散したら今の,今の状態で負けるって分かってるからないと思うんですけどもね、次の衆議院選挙では、国民の皆様の積極的なご参加と、ですね、それからの楽しい粛清を始めなくちゃいけないなと思いますよ、選挙で。どうですか。うん、あの前にね、尾、え、柳、ー、さんがあ総理大臣になったら、 何をしますかっていうそんなご質問をいただいたことがあって、はい、その時に答えたのが必殺しおき人を作ります <laughs> <laughs> いいです、ね、あのもともと律令体制の時代には天皇直下に3つの機構がありまして、はい 1>, でまあ、1つは有名な大政官ですよね。はい、ここで政治上のいろんなさまざまな意思決定が行われる。 この位置決定を全国に自殺するのが神社のネットワークを使っていて、でこれを取り仕切るのが神技官という役所だったわけですね。で、民間ベースで悪いことをやる奴がいると、今の警察庁、はい、あるいは警視庁に相当するような業務省という、はい、まあ刑事事件を司る役所があったんですけども、あの、この役所って省庁なんですね。で省庁の上には、 それぞれやっぱり省庁の長官のような存在がいて、さらにその上に佐弁官、宇弁官、小納言、中納言、大納言というのがいて、さらに佐大臣が、宇大臣がいて、佐大臣がいるというような仕組みになっていたわけです。つまり、その警察力では対応できないような政府の交換っていうのがいたんですね。はい。で、そこで天皇直下の三つ目の機構っていうのが人機官と言い,いまして、この人機官っていうのは、 あの一般の民衆に対しては別に何もしないんですけども、その警察が手を出すことができないような政府の高官が何か不祥事を働いていた場合、あるいは仕事をそっちのけで、国民そっちのけで私服を返すことばかりやっていた場合は、一党両団のもとに叩き切って構わないという特別な権限を与えられている役所という、これが男女代というものだったんですね。はい あのーでまあ、歴史を見ると実際に,実際にこの壇上台が何かあ政府の高官叩き切ったなんて話ってまあ実際にはないんですけれどもただそういう存在があるそういう壇上台という役所があるということがやっぱり一つの重しとなってそんなに悪いことするやつがいなかった少なくとも売国政治家というのは奈良、まあ、平安を通じて出ていないというのはこれ実績として現実にあるわけですよね。 おおむね500年の間、売国政権というのは誕生しなかったわけですから、うん、まあそういう意味では、やはりこう、なんだろう、ろくでもないようなあ政治家は叩きる <laughs> ような、うん、まあそういうシステムってやっぱり必要なんだろうと思いますからね。そうですよね、まあ実際に叩ききらなくても、叩ききれるんだぞっていう、そういう存在が必要で、もう4000万も、 だって裏金ごまかしてねわし、私裏金はダメだとは言ってないですよ。うん、あの裏金も必要なんですよ。な <laughs> んでかっていうと、あの人体もそうですけども、体,と体の中にも汚い部分があるわけですよ、うん。腸の中にうんこ入ってない人いないですから、必ず全部で汚いのも含めて、一体ワンセットなんですね。<laughs> 社会もそうで、汚いのもワンセットだったり、表に出せないけども大事なものとかがあったりとか、そういうところにお金を回さなきゃいけないときっていうのは、必ず発生するわけですよ。具体的に言うと、例えば諜報合戦のときなんかだと、えー、協力者を作ってで、協力者にたまにはおいしいものを追ってやったりとか、必要なときにはバントを渡すと、ただそのそれ、それぐらいは信用してるんだから働いてくれよというような。 とところがあったりとか、必ずこれはあの、情報の世界ではどこの世界でもやってることですから。で、それを表沙汰にしてしまうと、じゃあそのお金はどういうふうに使ったんですかというふうになっちゃうと、ですね、あこのときにはタダロブを使って世論戦を仕掛けましたとか、ね、そんなのが表に出ちゃったら、全然しゃなんですよ、私のところに全然入ってこないんだけど、そんなの <laughs> だと。そういうふうになっちゃったらダメなんで、協力者できなくなっちゃうから、だから、その、 えー、裏金っていうのは必要なんです。本来はそういうものに使ったりとかですね、しなきゃいけないんです。外国の、あの何だろう、勢力の中にこっちの仲間を作ったりとか、そういうのも私は必要だと思います。日本はもっと積極的にやらなきゃいけないし、そういう点で裏金が必要なのに、その裏金でですね、なんかあのダンサー呼んだりとかですよ、裏金、あれは裏金じゃないけども、みんなの公金でダンサー。 読んだりとかですねなんかもう裏金以前の話でですね、ちょっとあまりにもダメなんじゃないのかなと、うんあのー。政治はできればいいんだよと、政治ができれば不倫だろうが何だろうが関係ないよっていうのは、切り離して考えようとするけども、実際に社会全体で切り離せる存在なんてのはこの世の中に一つもないわけなんで、その全部をカバーするぐらいの,その政府を、 えー、期待するんであればですね、そういう部分のお金も必要だけども、それを使うに値するような人格磨いてもらわないと、ちょっとね、あのきあのそれを処罰するやつがいたとしてもですね、今の世の中では処罰から逃げるやつの方が多いんでですね、うん、だから私はあの、そうですね、処罰するやつも必要。それと えー、処罰されなくても自分を律することができるような道徳教育とかですね、ただ知識としてではなくて、この、えー、日本の神話なんかも知識としてではなくて、頭ではなくて心で分からないと、うん、そういう教育をしていかないと、とてもではないけども、日本の立て直しは無理だなと。で今から立てて直しししようとしても えー、教育と知識と心からやるとなったら、えー、結果が出るのは大体10年から20年はかかりますよね。まあ20年でですすね。ね、はい。そうです、ね、で子供を育てても、子供がまが小学校から教えて、20年経っても25歳ではまだ社会の中では、まあ、あの先方、時報ぐらい、時報にもなってない。うん だから本当にその効果が出るのは25年から30年は必要だなと。それを考えるとそんなに時間が残されてるのかって感じがしますよね。うん、で、私が書いた本、あの今日せっかくタイトルつけていただいたんで、ちょっとお話しするとですね、実はあと20年も時間はないんじゃないのかなと。 できましたうん、これ、あのえー、実は火つき神事っていうですね、ひつき神じのない立ちかしらしゃべってると、ここで時間なくなっちゃうんで、あれはちょっと調べていただきたいと思うんですけど検索していただければ、皆さんあのごし、あのご視聴の皆さん、ちょっと検索していただければ、なんとなく面白そうだなというのはわかるかと思いますけども、火つき神事というのが、まああのえー、大東亜戦争の終わり頃にちょっと出てきてですね、 うん、それと、えー、ヨハネの目視録、これも、これはもうずっと前からですね、あのー、イエス様が、イエスキートが死んだ後にですね、えー、その十二使徒の中で一番若かったヨハネというのが、これがおじいちゃんになった頃に書いたようなものなんですけども、うんあのー、この二つに非常にこう、なんだろう、共通点。 があるんですねまあ、宗教ってみんな究極のところ全部共通点があるっていうのは、それがあのありますけども、<laughs> この2つを合わせて読んで初めて、あこういうことなのかと分かったところがあったもんで、で、そっからいろいろ計算をしてみたんですよ。あと、どれぐらいでこの世の中終わっちゃうのかなみたいなのがね。うん、これはあの私が、えー、 テレパシー受診しましたとかですね、あのそこから出てきたネッシーに言われましたとか、あの守護霊さんに言われましたとか、全然そういうんじゃなくて、書いてあるものから計算したんですよ。私がどう思うかじゃなくて、計算して出た結果なんですけども、2025年の7月とかってよく聞きませんか、先生。 世界が崩壊する、日本がなくなるっていう話は、ユーチューブなんかでも結構、それ言ってる方、おいでになりますよねそうですね、なんか漫画でなんか出てるみたいなんですねあの辰木亮先生のそうですね、私が計算したところでは、25年っていうのは、日本がそのめちゃくちゃにあの、世界がめっちゃくちゃになるまでに、準備できる期間の最終のところなんですよ。 それで、そこから2025年7月かどうか分かんないですよ。ただ、なんか、あのあ、もうここまでしか準備できなかったのかと分かるような何かが、多分発生するんだと思うんですね。で、計算してみますと、私の場合には、2029年、もしくはずれてもその12年後、うん、ここまでの間なんですよ。その計算の元になったやつは、今、あの私が書いてるその666と666と、 いうその中にちゃんと図で示しましたので、なんで私がそういう計算を出したのかと。うん、これはあのあの繰り返し申し上げますけど、私があのどこかからテレパシーもらいましたとかです、ね、宇宙人に教えられましたとか、そういう話ではなくて、その火付け真珠とヨハネの黙示録とか、そこら辺の、えー、いろいろあの何年ぐらいやばい時期があるのかとかですね、そのよく読むと書いてあってです、ね、そこから割り出した。 え時なんで、一番苦しいのが、おそらく2029年前後、もしくはその12年後。<laughs> で、準備ができるのは、えー、おそらく 2020, 2020年の前後5年、あの神事では、えー、5の年を、根の年中心に、前後10年って書いてあるんですね。 でこれ前後10年だから、根の年中心に前10年、後ろ10年かなと思ったんですけども、でもそうすると20年だから、根の年もう一丁来ちゃいますよね。うん、だそういうふうになっちゃうと、わけわからなくなっちゃうんで、あと前にも、あのなんか同じような表現のものが、大本京の頃にあったらしいんですね。で、あの多分同じような神様、同じ系統の神様がその大本京に。 来てた時があったみたいだったんですけども、えー、その時の例から見ると、根の年中心に前後10年というのは、根の年を真ん中にして5年足す5年。で、この根の年がいつなのかというのを見てみると、えー、おそらく2020年なんですね。だから2020年から後半の5年っていうと、2025年あたりまでだったのかなと。 で私は最近それ計算できたのは、ごく最近なんですよ。その本書き始めた頃にやっと計算してみて。<laughs> ただ、それ知らないかったけども、私は3年ぐらい前から、もうあのいざとなったら、食料なん必ず来るから、いざとなったらちゃんと食っていけるように、1回の買い物でえ缶詰2個ずつ、いっぺんにばっと買うと大変だから、買っておいてくださいねって, <laughs> って言ってたんですよね。実は をこうやってですね、あ、これ。これ、蜂蜜ナッツ漬けをですね、こうやっていつも作ってるんですね。これは、ここにこうやって作った日付をこうやって書いてあるんですけども、これ、あのー、えー、あ、逆だった。こうですね。<laughs> はい。こうやって日付をつけてですね、まあ、いっぱい作ってあります。うん。あの、楽しみながらこうやって準備できるのも今のうちなんでですね、 うんえーまあ、なんでそんなに、えー、切羽詰まった答、あのー、期限の答えを出すのかっていうところを、ちょっとそこの666と666の中に書きましたんで、ですね、えー、4月17日発売でございますので、そちらの方を見ていただければなというふうに思いますはい、ありがとうございます。あの漢字の666と数字の666って、これ、どう違うもんなんでしょう。<laughs> これですね、あのーまあ、何が書いてあるかといいますと、これは火月神寺の伊勢黙示録、五十黙示録って書いて、伊勢黙示録っていうんですけども、その2巻の、えー、青玉の巻、壁力の巻っていうんですけども、こちらの方にですね、15兆に書いてあるんですね。ただ、これ、あのーえー、音読、音読だけすると文字の違いが分かんないんですけども、 えーえー、567の魅力の世から666の魅力の世となるぞと。666が誠の魅力の世であるなれど、666では動きないぞ。666は天地人の大和の姿であるなれど、動きがないからそのままでは癒やさかせんのじゃ。666、これは英数字の666となり、 また、こっちは関数字。関数字の666とならねばならんぞと。新しき世の姿、よく心得よと書いてあるんですね。はい。これがですね、あのー、あれあちょっと待ってね。画面が出なかった、画面。はい。<laughs> これ、今のやつだけこう、あの、見ても、えー、なんで数字と漢字が、何が違うのか。 666となりまた666とならねばならんぞと、そうじゃないとあの動きが出ないのだって書いてあるんですね。うん、それ、そこだけ読んだら全然これ意味は分かんないし、これあの、ヨハネの目視録の方も、うんえー、666に関して書かれてるところ有名ですけども、あそこだけ読んだらちょっと意味が分かんないんですよ。うん、で、これ、それぞれの火付神事の中に別の場所に、この英数字と、 関数字の違いが書いてあったりとかですね、ひょっととんでもないところに書いてあったりとかするんですよ、ぴょこっと、うん。あとはあのー、ヨカネの目視録に関しても、何をどのように例えに使ってやってるのかとかですね、そういうのがいろいろ聖書全体の中に散らばってるんですね。うん、要するに、これはあのー、簡単に言うとですね、 簡単に言っちゃって、あの、これネタバレして売り上げが落ちると、<laughs> あの、聖人堂さんに怒られるかもしれないんですけども、<laughs> 簡単に言うとですね、あのー、これはキリスト教の方はどう考えてるか分かんないですよ。あの、善と悪というのはもともとないんだと。うん。神様が言う善っていうのと、日本、あの、人間が言う善っていうのは、ちょっと違ったりとかするわけですよね。 例えば人間は死んだらおしまいだから死ぬまでのことで善悪いろいろ考えるけども、神様の場合には、死んだ後も存在するから、死ぬほど苦しいことがあっても頑張れよっていうわけですよね。善悪の基準がちょっと違ったりとかもしますし、それで善も悪もないんだけども、一番動くのの根本、人が動くのの根本っていうのは何で動くかっていうと、喜びで動くんだと。 うん、うん、嬉しいから突き動かされて動くのが本来の動き方であって義務を課されたりとか恐怖で動いたりとかしても心が伴わないからろくな結果にならないと最初に心に喜びが発生してそれで動く、うん、あのもうあの喜びができ,できると汗かこうがです、ね、疲れようが嬉しくてどんどん活動していくわけですよね。うん 私もそうなんですよ、甲冑とか作ってて、こうやってカンカンカンで作ってて、たまに間違えて指カかって打つんですよ。痛えとかって言っても、もう頭の中おかしくなって嬉しい状態になっちゃってるから、痛えって言って、またカン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 ってやって、血が出てても、鉄板に血がついて、あ血が邪魔みたいな感じで、ってカンカンカンってやってたりとか、そういう状態なんだろうなと思うんですよ。その喜びを中心として動くため、動くのが動いて生産的な方向にいくのが、これが。 善なななんんだけけどもそれ,それしかかかったら分かんないわけですね悪っていうのがあって、その私たちのそうう発展を阻害するものがあって、これを、えー、クリアして乗り越えていこうとするで、また悪が発生して乗り越えると、この乗り越えていこうとうこっち側のこの上に向かってるなんていうんですかね、このベクトルが癒さかなんですね。だからその悪っていうのも必要なんだよと。 ただ、うん、悪をやるやつっていうのは、うん、本人もある意味、れ、え、よ、ーあのー、しの心なんではあるけども、良かれと思ってやってるんだと。うんうん、本人なりに良かれと思ってやってる、ただしそれがれよしだったりとかですね、見識が狭かったりとか、うんうん、そういう存在だから悪を憎むなよと。 悪を憎むと、本来いいと思ってた人が、本来いい,い,い人だったのが、悪を憎むことによって、憎しみにとらわれちゃうと、本当に悪になっちゃうと。うんうん、まあそう、そういうのを土台で考えていくと、この666と666の違きいがですねうん、うん、見えてくるっていうと、そういうお話なんですよ。ちょっとややこしい。 お話かもしれませんけど。もう少し優しく。<laughs> 優しく、もう少し優しく。<laughs> ちょっと分かりにくかった。あそうですか、うんえーと。例えば、例えばですよ、腕って人間に2本あるけども、人間元から生まれたときから腕は真ん中にしか1本しか生えてないよって言ったら、 こういう状態の腕しかない生き物だったら、この腕を右腕って言わないですよね。うんうん、うん、うん。腕は腕でしかないんですよね。でもこれを右腕だと認識するためには、こっちにもあるから、右腕だと認識するということなんですね。うん、それがあの、まああの、悪があるから、善もわかると。なるほど、うん。そういうことなんですよ。<laughs> そのためには、だからあの悪も必要なんだよということで、<coughs> 日付き真珠の中では、御用の悪っていうんですね。それはあくまでこっちのいい方に行く方の善を伸ばすために悪が必要なんだよと。だからこの人も、いやさかに協力することになってるんだから、憎むなよと。ただ、こっちやってると、こいつは苦しいんだと。 その時はいいと思って、自分で自分のためによかれと思ってやってたりするけども、必ずしっぺ返しが来て、で、またあの悪いことをやって、儲かるけども、また寂しくなっちゃって、また悪いことをやって、それの繰り返しなんで、もうそういう御用の悪というのは、そろそろいらない世の中になってくる、もうおしまいに近くとなってくると、もうこの悪っていうのはもういらなくなっちゃうから。 だからみんなそろそろこっちでやってたやつも今まであの必要だっただからいたけども、御用の悪やってる人たちはそろそろ改心してみんな戻ってこいよっていう話なんですね。キリスト教の場合には、悪の,その根本、あのサタンというのがこあの背後にいるわけですけどもね。でそれは最終的には、えー、イエス様は滅ぼすと。うん <laughs> ただイエス様も滅ぼすときにはやっぱり元は人間ですから人間滅ぼせって言ったって非常に苦しいわけですよ。うん、じゃあそれをどうするのかというようなの、まあ、そういう本なんですよ。神様同士でどうするのというような坂東 <laughs>、はい、先生があの以前書かれた「あなたがここに転生した理由」っていう、はい、あれも面白くてね あのーうん、もう夢中になって意気読みさせていただいたんですけど <laughs> まあ今回のこの666と666疑神事とヨハネの,ハネの目次録、まあ、6, あの6が3つありますとねこれで3つの6で魅「未録」「未録の世」というものにもなるし567の時代が終わってっていうのは、まあ、567ってどう見ても ローナのように読めるし、うん、そういう意味で、えーま、今ある目の前の騒動が終わって,終わってその次に素晴らしい世の中が来るただし素晴らしい世の中が来るとは言うけれどもあの大きなあそ,そこでこうお洗濯があるよと汚れ物は皆処分されちゃうよという厳しいことも、ね、書かれているわけですよねそうですね。 その選択というのが、まあ、あのこの火月け神事が出たのは、えー、前の戦争が終わる直前ぐらいに出たんですね、それでこのあと、えー、大峠を越えるよ、大変なことになるよというようなお話が出てきた時には、おそらくその当時の人たちはこの、その時の戦争、大東亜戦争の後かなんかもの、もっとめちゃくちゃになるのかなと思ってたんだと思うんですよ。 ただそれは、真珠の中で言われているのは、これはあの最初の一幕なんであって、本当の戦はこの後だぞと。でその本当の戦っていうのは、ずっと読んでみると分か,り分かるんですけども、あの自分の中の戦なんですよね。要するに、心はもっといいものもっと素晴らしいは自分になりたいけども、体はもっと酒飲みたいとかね、あ,あっちの女にも手を出してみたいとか、この この戦なんですよ。心の中の戦。うん。で、これ、あの、宗教的なお話だけではなくて、今、中国とか、この情報戦で仕掛けているのは、まさにその心の中の戦を利用しているんですよね。ハニートラップであったりとか。それから、心自体を引きつけておいて、おかしな人にしてしまうような思想を吹き込むとかですね。だまさに、その、なんていうか、引き信じに書いてあった、 その心の中の,その、えー、戦がまだ済んでおらんじゃろかがとかって書いよく書いてあるんですよね、うん。自分の中の戦がまだ終わっていないとかって書い,書いてあるのは、まさにそういう状況に来てるのかなと。うん、だから今あの、これはあの社会事象に戻ると、今のこの情報戦において最前線で戦っているのはこちらをご覧の皆さんなんですよね。うん あのどんな情報に触れて、どう思ってしまうのか、どう錯覚するのか、うん、で本当の洗脳っていうのは、これ、神がかりのときもそうだって書いてありますけども、本当の洗脳っていうのは、騙されてるときにやっぱり分かんないわけですよね。うん、あのいい神様が入ってくるときにもあの、知らないうちに入っていて、同調してるんで、本人は全く気がつかないって書いてあります。 それと一緒で、その洗脳されるときにも本人は全く気がつかないで、突然ある情報を見て、カッとなって、うん、誰かにこう喧嘩を仕掛けてみたりとかですね、そういうような状況になって、それ自体がもう、戦が、誰かと戦する以前に、まず自分の心の中で戦が発生していて、それに気がつかないで使われちゃう、そういうような状況が出てきてるんで、ですね。まずはその自分の中できちんとその情報を精査する。 それからその心の状態を自分でも精査して、おかしいなと思ったときには、なんか変なのが働きかけてる、情報が働きかけてるのかあの、魂が働きかけてるのか、よくわかんない、本人は多分わかんないし、私もわかんないんですけども、それを自分を客観的に見直す必要があるんではないかなというふうに思いますね。はい あのーまあ、いわゆるネット上のよく工作員という,う言い方されますけど、はいう、この工作の仕掛け人さんっていうのは、そうですね。あのまあ、正面切って、えー、特定の人の攻撃をしているような人っていうのは、まあ、顔が見えたりもするわけなんですけれども。でも 必ず裏側にそのように仕掛けてる人物がいたりするわけですね。で、よくあるパターンっていうのは、あのまずネット上にありとあらゆるう、まあ、誹謗・中傷を,を並べていって、その中で特に食いつきのいいもの、あ皆さんがこう、えぇ、ー、って思うような反応するもの、これはあの、まあ、別な言い方すると、マウントを取るっていう言い方しますけれども、 相手の人がぶったまけて、え、マジですかそれ一体どういう話なんですかって言って、食いついてくるような情報を流していく。うん、で、その中でこう、特に反応よく食いついてきた人の中で、えー、実際に同じような悩みを持った経験のある人っていうのをセレクトするんだそうですね。うん、あで、そうすると、はい <laughs> あの同じような悩みを持った経験のある人というのは、自分とその問題っていうものを同化させることができるので、これはそんなことやったらとんでもない話だって言って、かなり感情的に生きり立ってくれるようになる。うん、で,で、その生きり立ってくれるような状況になった時に、今度はさらに、いや、実はこういう話もあってっていうものを持ち込んでいくと、もうほとんどその段階で無批判に。 まあそういう中傷なんかを受け入れるようになって、うん、で、その、簡単に言えば洗脳なんですけども、この洗脳された人っていうのが、もう徹底した攻撃の刃を振るうようになると。うん、そこまで持っていくのが、実はあの、まあ、いわゆる工作活動なんだそうですね。はい、そういういことがこう実際に <laughs> まあこれまた、あの、坂東先生のね、ご著書の中に、スパイ、スパイ活動によって日本はまるまるの国に完全支配されているという、<laughs> こちらも坂東先生のお話があったわけなんですが、はい、まあそういうこう、はい、坂東先生は、現実に起こっている問題っていうものを、かなり先手を取ってその実態を えー、我々に見せてくださるという先生でありまして、まあ、書かれているご著書,書も実際にご自身で体験したこと経験したことをこれを占いのように神様から降ってきましたっていう話ではなくて具体的な事例に基づいて、えー、それを述べていかれるという、まあ、非常にこうこれは多分坂東先生の 独ち味になるんでしょうねあ,ありがとうございます、まあ,あの今回の,その本も火付け神事に書かれていたことと、えー、それから、えー、聖書の中に書かれていたこととそれから、えー、実際に今じゃどういうふうに進行してるのかと何がそれと似てきてる状況なのかっていうののこの3つを中心に書いてその先がどうなるのかっていうところをちょっと書いて、うん いますね、でこれあの、閣議も、本当はね、あのこれ、私の,あの個人的なお話をするとあの、最初、そこまでやるつもりはなかったんですよ、これが。<laughs> そ<う> <laughs> というか、最初、あの今考えてもなんでこういう流れになってるのか、まあ、昔からの伏線っていうんですかね、そういうのがあったんだろうけど、まず、中古人犯罪のことを専門でずっとやってたわけですよ、私は。 そしたら、ある日、突然なぜか知らないけども、私のところに、の日き神事の中谷真一先生から連絡が来たんですね。うん、でそれまで私、日付神事の話なんか一切してないし、いつも中国人がとかね、あの泥棒が、犯罪者がとかね、エログロ、テロ、ゲロのこの4つのお話をし,てしかしてないのに、なんでか知らないけども、中谷先生からそういうお話があって。 中谷先生がやってる、その火月神事を中心としたネタの月刊誌の中で、現実の事象を書いてる人がちょっといないので、現実の多少汚くてもいいから、そういう移民問題とか書いてくれということから始まって、書き始まって、火月神事を読むあのまあたまに読む程度だったんですよね。読むって言っても、専門家のそこに一緒に連載されてる、別の先生が書いてる。 ピックアップしたところを読んで、ああ、なるほどなぐらいなもんだったんですけども、まあ、それが、えー、本格的に読み出したら、あれはこれ、前からなんとなく思ってたけども、聖書と似てるなと。で、この聖書、なんで読んでたかっていうと、これもあの高校の時中学、高校とですね、私あの、あんまりあのお利口な学生ではなかったんですね。な <laughs> んでも気合いでなんとかしようみたいな、ね。 あの頃の、えー、そういう、あの、番からももう古くなってますけど、突っ張りとかね、逆にああいうのが嫌だったんで、で、喧嘩で全て解決してしまおうみたいな、そういうやつだったんでね、その勢いで機動隊になっちゃって、で、成田行って、えー、毎日暴れて、毎晩酒盛りして、 でこれ最高だなと思って行こうと思ったんだけども、その時はまだ火炎瓶投げてたんですよ、あの頃、高校から卒業して、まだ3年後に、3年か4年ぐらいして、成田行ったんですけども、まだ火炎瓶飛んできてたりとかしてたんで、このまんまここでやられちゃったら、俺、天国行けないなとか思ったんですね。で、これは真面目にちょっと、聖書ってそういえば、うちの袋が聖書読んでたりとかしてた、聖書を読んでたっていうか、昔読んでたっていうやつが、 物置の中にあったりとかしてたから、あこれ、聖書ちょっと勉強しなきゃなと思って、えー、カナダ人の神父さんのところにちょっと行って、教わったこともあったんですねうん、うん。それで、成田に行って暴れて酒飲んで、<laughs> まあ、あの頃の機動隊って、今みたいなあのスタイリッシュな警察と違いますからね、うんえー、あのガチでぶつかる機動隊と、あの右翼もガチであの殴りかかってきたりとかですね。<laughs> 職者は火炎瓶飛ばしてきたりとかね本当に警察官を殺したりとかしてましたから。でまあその、その、そういう頃だったんですけども、まあ、そういう伏線もあって、えー、なぜか知らないけども、中谷慎一先生からお声がけいただいて、えー、読んでみたら、あれ、聖書にも書いてあるのと同じようなこと書いてあるなと。で、今回も、あの、いろんな偶然が重なりましてですね。で、書いてる途中で、 二つの神様のことをね、並べて書くのもどうかななんて思ってたんですけども、聖林堂さんの方から、結果も見えないのに、私はどういうのを書くか分かんないけども、面白そうだから書いてという話が来てですね。いや、それ、面白いから書くのはいいけども、あの、<laughs> 私としては、どっちにしたって、中谷先生とかものすごい先生方いっぱいいるし、 キリスト教なんかはもうだって2000年近くもいろいろ研究に研究を重ねられて <laughs> これは神様あの最初に言ったものに間違いないと旧約聖書なんかあの文字数を,す文字を数字に変えたりとかして計算してもなぜか知らないけどなんかこう合う,うみたいなねそういう研究してる人もいたりとかですね。だから ここで俺がこの2つの神様並べて書いちゃったら絶対まずいだろうと思ってるんですけども、まあ、ちょっと明確にこれはぐちゃぐちゃ言わないでとっとと書くのじゃと言われたようなものが発生しましてですね。<laughs> これあのピンとこう切ったんじゃないですよ。<laughs> あのなんかそう音が聞こえたとか声が聞こえたとか全然なくてですね。<laughs> ちょっとある偶然がぴったり拾った石とあるものがぴったり合っちゃってですね、自分でビビッ えですねね、これはあの中に書いてあります、今日ょうバ坂東学校の方でで、ね。明日出す内容にもちょっとそれ書きますけども、多分見てくれたらみんなマジかよって思うと思うんですね。うん、そういう形に出ちゃったやつが来たんで、あのピークを電波で来たとかじゃなくて、明確にこうやって比べてみたら形で分かるものが来ちゃったんで、これはやるしかないと思って、去年の10月末、11月ぐらいから、ビビって慌てて書いたわけですよ。 だからもう体重も4キロ落ちましたし、これ今まで,今までもあの本書いてましたけども、大体いつも2、3キロぐらいなんですけど、今回、4キロ落ちましたね, <laughs> ね。4キロ落ちると垂直跳びの高さが違います、やっぱり。<laughs> <laughs> ま、窓拭いたりとかね、<laughs> 飛,飛,ぶ飛び上がる距離がお、なんかちょっと伸びてるなみたいな感 <laughs> じだったりとかね。<laughs> まあそうやって仕上げましたもんなんでですね、えー、ちょっと、まあ、あのこれまでにない電波の強い本になってますんで、あの皆さんにお楽しみいただければななんて思いますけども。あの、チャット欄でも、もうもう予約しましたっていう本を作りますはい。はい、ありがとうございます。ただ、その中にもあの書けなかったこともいっぱいあるんですね。うん、はいはい。 10万字超えちゃったんで、うん、大体10万字超えると、もうあの読んでてお腹いっぱいになっちゃいますから、うん。それで、まあ、本当に死後の世界とかあるのかというのをあ、もう一回考えてみたら、この間お話ちょっとしました、心と魂と、えー、命の違いとかね、そこら辺ちょっと書けなかったんですね。うん、その書けなかったお話を、うん ししててい、はい、はいただもよろからまずあの、ここ、えー、と命って、全員、これ、ご覧の皆さんは命入ってますよね。でこれはあの、死んだら命を失うということなんで、でえー、それがあの、死んだら動かなくなっちゃう、これがあの命そのものが見えるんじゃなくて、命の働きが、肉体に現れて、死んだら動かなくなるっていう、そういう話なんですよね。 で問題は心と魂、何が違うのかなというのをいろいろ考えましたけども <laughs>、あのー、心っていうのは生きてるときに入ってる魂の元になるやつだと私は思うんですよ。まあ、火付神事でもみんな神様の種が植えてあるのじゃって書いてあるんですけども、うんあの、日本人の場合には罪の子ではなくて神の子だよというふうに言われてますね。これ、神道でも言われてますけども。 その種が入ってる状態で、全員これあの、誰でも無神論者であっても心はあるわけですよ。うん、これ絶対間違いないですね。ただ、心から魂になるときに生きてるうちに、自分、人間よりもある程度上の存在があるんだよと、ご先祖様がいて、 昔生きてて終わっちゃった人じゃなくて、今もご先祖様っていうのは体から抜けた状態でいるんだよというのをさらにそこから深く考えていくと、イメージができるわけですよね。で、イメージができないものとか、知らない、全く知らないものって見てもなんだかわけわかんないですよね。<laughs> 例えば、えー、ここにある <laughs> パソコンですね。 パソコンを、えー、徳川家康とか織田信長が見たら何なのかがまず分かんないんですよねうん、うん。ただの鉄板にしか見えないかもしれないですよ、もしかすると。うん、で私がパソコンでゲームしたり遊んだりとかしてても何が面白いんだろうなと、うん。面白さが分かんないですよね。それとあの時代って押しボタンがいっぱいあるものってないんですよ。そもそも押しボタンの 使える押しボタンっていうもの自体があんまりないんじゃないかなと思うんですよね。うん。一つだけあるとすれば、私が思いつくのは、カブトのここにガチャッとこう入れる前立てですね。これ裏側を押すと、ガチャッと外れるようになってるやつがあるんで、それぐらいしか押しボタンの機構のあるものってないんじゃないのかなと。あとは缶抜きとかいろんなのはありますけどねで。その押しボタンが並んでるパソコンっていうのは、 イメージができてないと何なんだろうなと思ってわ,かわけわかんないと思います。<laughs> それと一緒で私たちも生きてるうちにあの世のこととかイメージできるぐらい考えておかないと死んだ後にもう最初からあの世なんかないんだよって言ってそこで頭終わっちゃってるとあの世に行った時に何にも見えない状況になってんじゃないかなと思うんですよね。本当は見えるはずなんだけどもイメージができないから神様が まあここに美味しいケーキあるよとかって言っても、ケーキが見えない。神様見えてないからね。それと一緒で、あの,あの世に行って、まあ、この世でもうすでに花畑にいておかしな人いっぱいいますけども、あの世にいて、花畑の中にいても、あの世の存在を自分でよくイメージしたり考えてないと、それも見えない。だから、真っ暗闇になっちゃって、その人はそあの、 そこにいたとしても、誰にも気がついてもらえないし、本人も周りに人がいたとしても、あの世でですよ、誰にも、誰も見えてないと、こういう状況になるんじゃないのかなと。で、心があるうちに、要するに、魂が体の中に入っている状態のときはまだ心ですから、これが死んで、命はなくなって、心が魂になったときに、 生きていけるようになるためにはやっぱり無神論者は今は心を込めて生きてたとしても死んだ後に存在ないのか存在を誰にも認識してもらえない存在になってしまうんじゃないのかなというふうに思うんですよね。うん,うん。それが魂かなと。例えばあのじゃあ魂あのやっぱり私も、えー、通訳捜査官やってましたから通訳もやってました言葉で言うと。<coughs> うん例えば、んでしょうね。下心ってありますけども、死んだ後に下魂ってないですよね。<laughs> そういう言葉ないですよね。<laughs> うん。あと、スケベ心ってありますけども、死んだ後、スケベ魂って言わないですよね。<laughs> <laughs> まあ、中にはあのスケベ魂になりそうなやつってたまにいたりとかしますけども、<laughs> 基本ないわけですよ <laughs> 基本ないんですよね、うん、それなんじゃないのかな、だから大和心っていうのは、生きてるときにこの世を、ね、あの楽しんだり、みんなで、えー、思,いやり思いやりを持って、えー、やったりとかするんですけども、大和魂となったら、これは死んでも持つっていう覚悟がないとだめですよね、うん。大和心とちょっと違うんです。大和魂のうがやっぱ激しいんで、うん そあれはわかりやすいですね。ヤマト心とヤマト魂。ヤマト魂というのは死んだ後も続く。はいうん、だから、師匠報告、縄旅で生まれ変わって国に報いるっていうのは、これはヤマト魂。でも、はい、あの花を愛でるとか、あるいはお茶をいただくといったようなようなものはい、いわゆるヤマト心。根性においての優しい心、うん、のようなものが、これをヤマト心という言い方をする。 つまり心は根性限り。はい、でも魂は来世。もうまたその次も、もう未来、英語はずっと続いていくんだよ、というふうな理解でよろしいのかなそんな感じですね。はい、ですから、ヤマト魂でって言ったときには、それは死んだ後も日本のためにやるぞという覚悟がないと、ヤマト魂、俺のヤマト魂がっていうようなことを言っちゃだめなんです。死んだ後も執着と言われようとも、 この国のために死んだ後もみんなを守るんだよと、守りたいんだよと、そういう気持ちがないやつが大和魂を語るなという話なんですよ。<laughs> それせいぜい大和心に気配た程度であって、生きてる時から大和魂を育てていかないと死んだ後に魂にならないんですよね。うんうん、そうじゃないと、その死んだ後もみんなを見守るよとか、みんなを守るよとか、そういうような存在にはなれない。 うん、そう思うんですよ。ということはあの吉田松陰の有名な歌「隠すれば核なるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂」と吉田松陰が読んだのはこれはあのまさに根性限りではなくてもう来世も再来世も長たび生まれ変わって、うん、大和の国大和のために日本のために俺は働いていくんだ、はい、ということを 読んだ歌であると、はい、いうこういうことをやっちゃったらそれは死ぬかもしれないけども,、うん、もうやむにやまれなくてもう俺はやるしかないんだとでもやりたいんだと要するに死んだ後も死んだあもあると思ってるからそういうふうに言えるわけであって、うん、どうせ死んだらもうあの世はないと思ってたら大和魂は育たないのでだから死んだ後は 本人も真っ暗な周りも見えないような状況に置かれてしまうんじゃないのかなと、そういう人は。だ生きてるうちにその魂とは何なのか、心からさらに魂になるためには、それが何なのかというのをちょっと考えておかないと、逆に言うと無心論者の皆さんっていうのは、死んだ後どうなってんのかなって私はちょっと心配なんですよね。この間、実は、まあ、あのこれ、悪口とかではなくてですね、 ある慰霊祭に私、出席したんですね。そこで講演をして、それで洒落のつもりでね、あのコロナ禍で死後何もなくなっちゃう、全部なくなっちゃうと思う人って言ったら、慰霊祭に出てた方、何人か手を挙げたんですよ。その時には、慰霊祭ですから、慰霊祭だから、 そ,そ,そこで手を挙げられると思わなくて、わし、あのいやそんなことないですよねって言おうと思ったんだけども、実際に手を挙げることが複数いたんで、慌ててですね、ああ、ちょっと手を下げてくださいみたいな話になっちゃったですね。だから入江祭とか出てる保守であっても、死んだら何にもなくなっちゃうというような、そういう考えの方もいるとなると、天皇陛下の天というのは、じゃなんで天皇陛下万歳、みんなでやれるのか。 天のことを、天の存在も考えないあの、イメージできなくて、死んだら全部なくなるんだったら、天皇陛下の天ないんで。 そこで、そのままね、みんなと一緒に天のバンザーイってやって、こうやんなきゃいけないとかね、なんか変なことにこだわりますけども、バンザイっていうのは、もう嬉しくてやったーってやるときに、こうやって久しぶりに友達に会ったときにねあの、よく女の子なんか駅の中でとか、私、たまに見ますけども、久しぶりに友達だとあここ、こうこ,うこ,うこうってこうやってやってますよね。すごい嬉しいからこうなるんであってねで。もう天のバンザイやる、高三と一緒って、高三こうですよ。<laughs> うん、こ,んなんなこういうふうになってるのは、もうこれ、嬉しいからやったーってやってるんであって、もう、あのー、心をまず最初に大切にしてもらいたいんですよね、形よりも、うん。形だけ大切にしてると、くった苦しくなっちゃいますから、こうじゃなきゃダメだめだとか言われて、みんな、こういうふうにやらないと怒られるのかなって、天の声がばんってやってると、全然心が伴わなくて、それ、神様が見てても面白くないんでですね、ま,あ、まずはその、心の話から、きちんとこう詰めていって、 そのためにどういう形が必要なのかなと、ワンセットで考えなきゃいけないなっていうふうに私は思いました。うんもう根性限りの肉体と、それから根性限りの心だけであれ,、えーえー、でであれば、例えば政治を行う場合においても、今はよきゃいいじゃねえか。俺が死んだあとのことなんか、そんなものは知ったこっちゃあねえんだ。もうからはいいじゃねえか。みたいな。 発想になってしまう。でも、大和魂という、死んだ後もずっとついていくんだっていうことを、心の中にしっかりとおもしとして置いていった場合には、あ自分が死んだ後もお、やっぱりより良い国になっていってもらわなければならないというところが、これが政治の原点になる、根っこになる。そういう、実は、お と保守がなかなかまとまらない、ばらばらになってしまうというのも、政治的な不平不満を述べる、心,心がの、心までの世界、根性限りでやってるような方々というのは、やはり、えーっとまあ、どうしても不満だけ、不満をぶつけるだけになってしまう。そうですね。今もう自民党は 心を持ってるんだろうけども、もう形にこだわりすぎちゃってるから、愛国者の議員先生がいたとしても、全然その働きが表に出てこないというか、うん、あの反映されないんですね、政治に。<laughs> 中で頑張ってるの分かりますけども、仕組みがもう変な形で固まっちゃってるんで、それ出ないと、要するにもう中身が、中身よりも外側のほうばっかりやってたから、そうなっちゃったわけで。<laughs> でこれをね、あの今度、まあ、私も今回、あのツイートもしましたけどもね,ね、えー、ちょっともう移民を中心に考えているような国では、これはだめだと、そんな政府は国民の敵だと私は思いますんでね、移民優遇して国民の権利を圧迫するような、これ、お金についてもそうですよ、国民に金出させて移民を優遇するような、うん、そんな政府ではだめなので、 保守がやっぱりここは目覚めなきゃいけないところが、今、参政党とあと、日本保守党ですね、これ2つ、保守のね、あのー、今、求心力としてこう並び立ってるんですけども、どうも喧嘩してるようなところがたまに、喧嘩ではないんですけども、相手を批判することによって、俺はすごいんだみたいなね、これ、どっちにも多分あると思うんですけども、これをやってたんではだめですよね。うん あのー、俺の方に俺の方もすごいと思ってるんだけども、俺の方にないもの、こっちがあるはずだから、うん、だからそういうのが好きな人はこっちに行ってくれと、うん、でも俺,に俺たちはこれを訴えたいんだよと、それだったらいいんですよ。こいつらはこんなんだからけど、ど俺たちはこうだって言ってこうやって主張するところは、もうね、あのただの分裂しか生まないんで。 だから本当の保守であったら、俺が俺がの一番じゃなくて、国のために自分はちょっと抑えろよと、顔を抑えて、一緒に盛り上げていかないと、我が党はとかね、うちの党のあいつはダメだとかね、党の中で喧嘩したりとか <laughs>、そういうのはね、もう古い政治だと思いますし、この後の変化にみんなついていけないというか、変化があるたんびにみんな、 あの大統領選があったり、それ突然戦争が始まったり、感染が始まったりするたびにみんなで喧嘩しているようでは、自滅しますんでね、こういう変化の激しい時代に対応した生き残り方を考えたら、えー、国のためには自分の強さをひけらかすよりは、えー、国の強さを保存、温存する、育てるための政治家というのが必要かなというふうに思いましたそうですね。はいいありがとうございます あの僕も、その、講演なんかで、あの、私という一人称がたくさん出てくる先生っていうのは、はい、どうなのかなと思うことがあるんですよね。自分、自分、俺が、俺がなんですよね。えー、本来、日本の国柄ってそういうものではないように思う。大体、主語を言わなくても、言葉が通じる国、うん、言葉が通じる言語っていうのは、これ、ある意味、日本語の特徴でもある。 そういう国柄を大切にすることによって、魂を、来世にまで、えー、しっかりと生きるような、そういう山と魂を改めて認識しなければならないということを、今日は坂東先生から学ばせていただきました。えー、坂東先生、<ー>本当に今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。なんか、積極臭いお話でこ、これでよろしいんでしょうか <laughs> あのー、今日はいつもは夜の8時,なんです8時からなんですけども、今日はちょっと都合によりまして、夜の10時からという遅い時間に、えー、ライブ開催ということになりました、えー。皆様も遅い時間にお付き合いいただきまして、これから感謝申し上げます。本当にあり,ありがとうございます。きもの日本、再生チャンネル、まだまだこれから。まだまだこれから。 おやすみなさい。